怪我をした人がいます。こんな時助けに来てくれるのは警察？消防？札幌市厚別中央振興会。この町内会では火災や災害が発生した場合、救援に向かう体制を作りました。メンバーは主に70歳以上のシニアの皆さん、上は85歳の人もいます。若い役員は日中働きに出かけています。日中に救援に向かえるのは在宅率の高い70代の皆さんなんです。今だいたい70ぐらいまで働きますでしょ。私どものところも60代の方とは大勢いますけども、実際にはこのいつでも活動できるということにならないんで。高齢者だからこそ日中に救援に向かえるんだね。どんな資機材を運んで救援に向かうのかな。緊急時、各班の担当者が防災庫を開け、ハンマーや担架、ジャッキなどが入った防災箱を現場まで運びます。重そうな防災箱だけど現場まで運ぶことができるのかな。そこで考えたのがリヤカーです。区の防災訓練に参加した時に5、6人でこう運ぶというようなことで現在でもやってるんですけども、それでは50メーターとか100メーターならなんとかなるけれども、ある程度距離あるところに運ばんかったならんとなれば、役員も高齢化してますからね、それはとても無理なんで、リヤカーだや車のついたもので運べるでしょうないな。これなら高齢者でも少ない人数で運べるね。さらに怪我人や病人がいる場合もリヤカーを活用。リヤカーに担架を乗せて救助を行います。楽だ楽だ。高齢者の方に対してはですね、一応全部リストアップしましてですね、必要ならすぐ救助に向かうというようなことをやってますけど、生活した中のですね、知恵を出していただくというのがメリットだと思いますけどね。ポイント。日中の在宅率が高い高齢者だからこそ、いち早く救援に向かうことができるね。リヤカーなどの創意工夫で高齢者でも簡単に資機材も怪我人も運ぶことができるんだ。高齢者だからこそできることがあるよ。